カロライナジャスミンは、ゲルセミウムかまたは、マチンカゲルセミウム属の常緑ツル性低木。種小名は、常緑を意味する。別名、ゲルセミウム、イエロージャスミン、イブニングトランペット、トランペットフラワー、カロリナ素系、ニセジャスミン、センペルビレンス。ジャスミンという名前が付いているが、木製か素系属のジャスミンとは全く違う種である。葉は耐性。カキは、春で、 小型でラッパ状の黄色い花を多数咲かせる。一重咲き品種と八重咲きの品種があり、方向下ではあるが、八重咲き品種の方向は一重咲きに、比べやや弱い。北米南部からグアテマラ原産で日本でも観賞用に栽培される。近年では道路の街路樹のほか、公園や遊歩道などにもよく植樹されている。サウスカロライナ州の州下になっている。 かつては、アメリカでは、医薬品として用いられていた。抗がん作用、血圧を下げる、肩頭痛治療、神経痛、喘息、リウマチ、消化不良に薬効があると言われる。現在はほとんど用いられていない。前奏にゲルセミシン、ゲルセミン、センペルビリンなどの有毒成分を含む、有毒植物である。脈拍増加、呼吸麻痺、中枢神経刺激作用、 血圧効果、心機能障害の症状。ジャスミンティーとして、カロライナジャスミンの花に湯を注いだものを飲み、中毒した事例があるが、一般的な栽培で根に触れたり、剪定を行うなどによって、中毒を起こすことはない。林道化、強竹糖化、マチン化に属する植物の多くは有毒植物であり、それらは強い痙攣や呼吸困難などの中毒を停止。 摂取量によっては死に至ることもある。カロライナ・ジャスミンの別名、ゲルセミウムは同じゲルセミウム属で、かつては野毒にも用いられたゲルセミウムエレガンスと歌色花形がよく似ており、同じ話と間違われやすい。カロライナ・ジャスミンはゲルセミウムエレガンスほどの強い猛毒性はない。ありがとうございます。